チシシスか。Yeah. Yeah.えんちゃんちょっと緊張してない。緊張はして顔がすごいなんか凍ってるんだけど。一番ライブ。Thank you.
します。はじめまして、今日初ライブです。これからよろしくお願いします。バンド名を変えての初ライブということで、ね、はい、お願いします。まあ、各々他のバンドやってたりするんですけど、今日から初スタートということで、なんか喋んなくていいの。はい、いいやのもう行こうぜ。一番たぎってあいつが、あいつが実は一番たぎってごめんごめん。すぐ行きたかった。ということで、うちの遠藤がね、もう我慢できない、我慢できないそうなんで、最後の一曲やって、終わりにしたいと思います。今日一日楽しんで帰ってください。ありがとうございました。
佐藤さんが曲良かったって言ってくれました。曲めちゃいい。本当すか、うん、あざっす。歌えるキーにしました、今回は。確かに。そう。全部歌えるキーに作ったから、前の曲はもうやれないね。今もうやめちゃった。やめちゃって。歌いやすいキー。そうだね、だいぶ切り替えた。あ、いや、そうはでも、ガイタレ感っていい。キー無理張ってない方が。なんかニルバーナと、うん、ニルバーナをもっとメタル出るか出ないか分かんないライブをもうしたくないなと思って。あ、声が出るか出る。30になって気づいた。気づいた。どこまで出るんだろうっていうのを逆算して曲を作った。なんか、2、3ヶ月スタートに入ったら、じゃあ、めっちゃ気持ち悪い。おぉ、はい、ということで、はい、見ていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、ライブがですか？全部込みでどうでしたか？いや、もう本当にね、やっぱ久々のライブで、いや、うん、そうね、うん、めっちゃ楽しかったね。楽しかった、うん、しね、やっぱこうやってあの動画にね残すっていうのもね、うんうんうん、やっぱいいね、うん、やっぱこうやって振り返れるし、うん、スタッフが欲しいね。欲しい。本当に欲しかったね。そう、うん、募集中ですのでね、うん、はい、ぜひとも連絡してもらえれば、ぜひ、はい、ライブの日だけでもいいんで、こう、はい、一緒にこうついて回ってくれましたね、うん、最初にね、ユーマの謎のお風呂シーン
そうっす、まあ素晴らしい絵面でしたけど寝起きのあそこからのね、はい、あそこで言ってました、その、はい、妊娠中だっていうことで、ああそうっす、はい、無事に、まあ、無事に子供生まれて、はい、いやおめでたいっすね、ありがとうございます。まあライブの日に生まれなくてよかったな、いやほんとそれよね、まあ、ありえた感じだったもんね、うん、結構そこはドキドキしたんだけど、うん、まあ無事ちょっと遅れてっていうか、うん、まあその後生まれたんで普通に、うん、よかったよかったよかった、はい、はい、他なんかないっすかライブの日のえんちゃんがライブ中すごいたぎってたっていうさ、あ確かにね、あの早くやろうぜみたいな、あの時はどういう感情あ感情、うん、なんか二人喋ってんなーと思って手持ち無沙汰だなーって思いながら、ちんたらしてんなーっつって、そう早く行かないかまあ冗談だけど、そのまああるじゃないですか、そのライブなんでね、その MC で喋る瞬間とかそうだけど、なんかもう俺は準備できてるねっていうか、あそう I'm ready って感じ、 I'm ready って感じちょっとね次のライブがまだ決まってないのもあって、うんうんうん、年内できるかどうかも、うん、ちょっとわかんないけど、そうね、まあまあ活動は引き続きやっていきたいと思いますんでね、はい、ぜひともチャンネル登録の上、はい、我々の活動を追っていただけたらと、はい、まあ、ライブでねやったもう一曲を、そうですね、レコーディングをそろそろ開始しようと思って今詰めてるんで、はい、それもお楽しみにしていただければと、はいはい、来週のこの時間ね、日曜日夜7時、はい、はい、はまあ、ユーマがね、その、まあ、産休中ということで。うん、まあ、産休というのか分からんけど。まあ、そう、はい。そうね。まあ、ユーマはちょっと不在なんですが、うん、まあ、まあ、エンちゃんをおもちゃにした、エンちゃん誕生日ドッキリ企画が、はい、はい。来週からスタートいたしますのでね。はい。素晴らしい。一人怪我して一人吐いてるからね。もう意味わかんないロケになって。ユーマはもう見てもすらいないから、そうそう、視聴者と同じ感覚で、いや、もう非常に楽しみに、はい、まあそんな感じで、はい、まあ楽しんでいただければと思います、はい、はいはい、ということでスターバインレコーズこれからもよろしくお願いします、よろしくお願いします。